FC 東京永井健介がセットプレーの競り合いの中でファールを受けて倒れ込みます。なかなか起き上がることができない永井、ここで主審を務める山本雄大が素晴らしい対応を見せます。永井さん大丈夫という、ゆっくりでいいよ、怪我したところだよね。山本主審のこの声かけには J リーグファンから称賛の声が上がりました。